シマノデオレ XTRDM772-2008 リアディレイラーデオレ XT は株式会社シマノが開発、販売するマウンテンバイク向けコンポーネントである。1982年ランドナー向けコンポーネントであったデオレから派生し、マウンテンバイク用コンポーネントとして登場。MTB 用と歌ったコンポーネントとしては世界初のコンポーネントである。 1990年にスポーツ用 MTB 用コンポーネントのハイグレードとしてデオレデラックス、デオレ LX がラインナップされ、デオレ XT はハイエンドグレードとしての地位が確立された。1992年にプロレーシング機材として XTR が登場し、以降、シマノの MTB 用コンポーネントとしての最上位のザは XTR に譲ったものの、 登場時から一貫してハイエンドグレードを担っている。軽量設計であるが、極めて堅牢であり、高い信頼性を持つのが特徴で、新機能や新技術も比較的すぐに導入されるため、非補走路のセミプロレーシング向けとしても使用される。同社の MTB 用コンポーネントとしては最も長い歴史を持っている。完成車では、定価30万円以上で販売されるものに、 採用されていることが多い。2007年9月末発売。全般に軽量化が重視され、それまでシマノではあまり積極的に採用されていなかったカーボンコンポジット製パーツが投入されている。それまでのクロスカントリー MTB 向けのパーツに加え、オールマウンテン向け機能を持ったパーツとして、ローギアでは全体がハブ軸の内側に隠れるシマノシャドウリアディレイラーと2 0ミリの フロントハブ軸が新たにラインナップに追加されている。クロスバイク向けには 48T をアウターギアとするクランクセットや3フィンガータイプのブレーキレバーなどが投入された。ブレーキは従来通り油圧式、ディスクブレーキと V ブレーキだが、後者はそれまでの特徴だったパラレルリンク構造が採用されず、一般的な形式になっている。デオレ XT のグループには、 クロスカントリー系 MTB 向けと、オールマウンテン MTB 系向けパーツが共に含まれ、さらに、クロスバイク向けのパーツも含まれることになったため、デオレ XT を称するパーツは、非常に種類が多くなった。下位にあたるデオレ LX シリーズが、モデルチェンジに際して、オールマウンテン MTB 向けパーツを、SLX として独立させ、クロスバイクに的を絞ったパーツ構成になったのとは、 対照的である。さらに2010年、M773OM77-10 系として、フロントが3段でリアを10段変速とし、増加した一足分を、変速範囲の拡大ではなく、既存の範囲の細分化に当て、全体を黒すぎや化した新機軸のドライブトレインが追加された。世代ごとに細かいモデルチェンジを行っているが、大きくは以下の通り。初代 XT、 ディレイラーに鹿のエンブレムが施された見た目の特徴から通称はシカディオーレ。シフターおよび換気レバーブレーキにはブラックバージョンも用意された。リア6速対応 SIS を搭載。約10年の間に732、733、735、739などの型番でモデルチェンジを繰り返し、 MTB コンポとして飛躍的な進化を遂げた後、XTR に最上位コンポの座を譲る。リア6から8速対応。感知ブレーキと U ブレーキが用意されていた。リア9速対応、V ブレーキ登場。U ブレーキ廃止。リア9速対応、油圧式、ディスクブレーキ登場。リア9から10速対応。リア10速対応。シングルテンションと、 スタビライザーでチェーン落ちを防ぐ、島のシャドウ RD 登場、V ブレーキ廃止、リア11足対応、リア12足対応、12足化に伴い、マイクロスプラインとハイパーグライド採用、チェンリング、フロントトリプル廃止。その起源は、はっきりわかっておらず、フランス語の D 折りなど、由来については、諸説ある。英語で言うところの、 オブゴールドとゴールデンの関係に等しい。ありがとうございます。